寒い。半袖仲良いなんだけどね。なんだ。うん。おこん。発熱太郎さん、おこん。顔出してごらん。あれ。薬飲む？薬飲むよ。やっと熱下がったんだから。まだもうちょっと上がってきてるさ、37度ぐらい。まあ昨日の39度からはまあいい方じゃない。昨日バカったし、うなってたしまだ今日1日はあとお休みが必要だね。薬買ってこい。覚えろ。そしたらあなたのお願いを聞いて朝6時から買い物に行ったりしてるのに。ありがとうございます。6時から出て12時から出てってやってるのに。薬買ってきて、お願いします。飲むんでしょ。うん、飲む、行けたかった。あと1回ぐらいは。はい、バイバイミーミー、行ってきます。行ってきます。これがセイタさんが買ってきてって言ったから、薬で、これ朝6時にスーパー行った時に生徒さんが買えなかったから、よし、帰ろう。帰りたいと思います。はい、まずこれ。ありがとう。肌で貼ったんでしょ。これ元気になったら飲んでね。ありがとう。これ Thank you。 飲む。うん、まあもう熱ないんじゃん。エリーの生理痛用のイブが釣り合った。でもやばかった昨日本当に。こうやってきた。ってずっと言ってるから。7.1。ちょっと上がってきたね。またね。でもだってさっき36度まで落ちてた。薬飲んでたからじゃない。そうね。ミミミね。なんで？薬飲めますか？うん。気になるよね、なんかあったよね。そう、体調どんどん濡らしてるね、耳もね。いや、セイタさんと会話ができて嬉しいよ。なんで？昨日会話本当にできなかったから。あ、本当？うん。昨日やばかったよ。きつかった。意識朦朧としたぞ。何？動画見るよ。動画見る。動画見ながら疲れてたまま眠るわけ。目疲れるだけや。そして眠くん、眠ろう。どうぞ。お家がやばい。片付けよっか。やばい。もう自分も生理で肌荒れすぎて。マスクしないと。今日はダメだ。一旦綺麗になったんじゃない？動画見ながら寝そうだった。おやすみ、セットさん。作業しようかな。痛い。めっちゃ足噛んでたからさ。何かな、面白いから取れるかなと思ったわけ。うん、そうやけどね。寝たらそろそろ。ああ、眠くなったら眠るよ。なんでよ。元気なうちしかできないから。今元気にどんどんなっていくんだから大丈夫。薬飲んだら眠くなるから。もうミミも怒ってるよ、体調悪いうちにこんなしてから。30分ぐらいにしてよ。はいはい。どうだ、目疲れてからまた熱上がるよ。オッケー。もうこの人は。エビフライいる？エビフライ下にいるよ。
かりも自分で補充してからだいぶ良くなった。よかった。まだこっちに若干残ってるけど。夜ご飯食べるのか。ん？夜ご飯なんか食べるの時間か。今食べたい。うどん。せやが食べたいわけね。そう。風邪の時だけで3食も好きなの食べていい。それは病人は好き勝手していいから。そうだよ。今日は一日中生徒さんの好きなの食べていいよ、作ってるからね。そうね。用意しますよ。もう病人かどうか怪しいから。違うよ、今日までは病人だよ。やばいだ。ねえ、病人だよね。いいよ、作ろうね、じゃあね。お願い。そう、生徒さんが風邪だからマスクしてるよ。俺はしてないけど。ねえ、エリナさんすっぴんの顔マジ薄くないみたい顔。うん。見る？顔死に薄くない？うん。マスクしてもしてなくて。だから顔薄くない？そう。そうね。薄いよ。全然顔なんか違うね。煮物作ってたらさ。うん。次の日味染み込んで美味しいさ。うん、うん。ヒトさん、今日じゃなくて明日美味しいの食べれるさ。そうね。だから作っとこうね。ありがとう。って考えれば、自分のためでもご飯作れる気がするから。でも、なんかもう二人暮らししてしまったら、誰かのためじゃないとご飯が作れなくなっているから。そう。うん。一人、家に一人でしかいないときにご飯作ったことないかもしれない。お茶漬けとか。まあ、そういうことね。本日のご飯完成。あ、やばい、大根の味噌汁と白菜とこんにゃくライス。何？またご飯食べないでしょ。今は食べない、もうちょいしてから。いい、一人だけ食べようね。うん、先食べて。うまい。つまみ食いやろう。食べたくなった？そうだね。いけない。おいしい。よいしょ、いただきます。何すか。また寝てない。普通に30分は経ったけど。ご飯食べてから寝るよ。体調悪いんだから眠りなさいよ。結構元気だよ。昨日いっぱい寝たから出す。じゃあもう起きてからもう好きなものじゃなくていいんじゃない、ご飯も。あ、エリが作ったやつ食べるよ。食べる？うん、食べる。いいよ、温めようね。じゃあお願いします。今食べる？今食べる。オッケー、温めるよ。お願いします。いただきます。うまっ。おいしい。うん、よかったな、こんなの作れる彼女で。ありがとうございます。運気せがましいな。そうです、そうです。運気せがましいとか言うな。いや、だろ。この時間だよ。薬？うん、飲んだほうがよくない？ちょっと熱上がってるけど、飲まないで様子見てみたら？眠ってな。飲まないで薬。飲まないで様子見て、これが本当に薬で熱下がってたのか、もう良くなってんのかが分かんないし、またちょっと37度5分、うん、くらい上がってるでしょ。そうね。一回様子見ようか。一回飲まないでって言ってるのに何回も。生徒さん薬、生徒さん薬中毒かのように飲みたがるのに。違うよ、今効いてるからさ。これでまた悪化してまた振り出しに戻ったら嫌だなと思ってる。もうコロナの時みたいに1週間看病はゴリゴリだよ。いいやし、楽しいやし。楽しくないよ。休み？休み、うん、元気に見えるけど全然あるんだよ、うん、そうね、元気やだけどね。おやすみ。おやすみ。キスよ。お腹下にこう。おやすみ。おやすみ。大丈夫？寒い。寒い。うん。え、半袖仲良いんだけどね。うん、明日一回様子見て病院行こうね。うん。
おやすみ。おい、コロナやろ。コロナだったみたいよ。2回目のコロナ。でも元気だね、あんたね。今回はまだ解熱剤飲んで熱が下がってるからまだ大丈夫。だからまだ好きなものを食べられる期間はない。すごいだろ、それは続けるなよ。ちゃんと マスクして。エリマスクしてるわ。俺は気分悪くなるからマスクできない。マスクしてる。マスクしてる。俺は気分悪くなるからマスクできない。もっともっと酸素低いからな。うん、肺の機能がね。しゃあない、なるときはなるよ。しゃあないし、うん、いっぱい遊ぼうな、お家で。そうね、まあ、ごしようぜ。はい。手が痛い。